皆さんこんにちは、まいです。今日は2種類の麺を使って冷やし中華を作っていきたいと思います。一つは運動をあまりしていない方向けのダイエット冷やし中華で、もう一つはアスリートや運動をバリバリしている方向けのダイエット冷やし中華です。今回使う麺なんですが、こちらの糖質 0g 麺とマルちゃん製麺を使っていきます。マルちゃん製麺は付属のタレは使わずに麺だけ使うので、どの味を買ってもらっても大丈夫だと思います。ただ袋麺ってカロリーが高そうとか脂質がすごそうっていうイメージがありますよね。でもマルちゃん製麺はノンフライで脂質が約 3g ととっても低くて本当に優秀なんですよ。筋トレやダイエットのプロの YouTuber のコアラさんという方が、マルちゃん製麺の成分がとってもよくって脂質が低くて優秀だというような動画を私も見て知ったんですけど、実際食べてみたら本当に美味しくて、これで脂質が 3g なのってびっくりしたので、皆さんにもぜひ紹介したいと思って今回動画にしてみました。暑くなってくるとね、喉越しがよくてツルツルっとしたものを食べたくなると思うので、今回これとても簡単にできるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは調理を開始していきます。こちらが材料です。スクリーンショットを撮っておくと便利だと思います。Drip away with every
ちなみに鶏ハムはこれだけ残ったので晩ご飯のおかずにしたいと思います。こちらがまるちゃん製麺の麺で作った冷やし中華です。こちらが糖質 0g 麺で作った冷やし中華です。あ、これが冷やしておいた冷やし中華のタレです。麺に歯ごたえがあって美味しい。鶏ハムもいただきます。うん、しっとりしてる。うん、やっぱね、暑い日はね、キンキンに冷えたトマトが美味しい。暑いと夏野菜を食べたくなりますよね。卵はね、タンパク質が 6g も入ってるんで、とっても優秀。次はまるちゃん製麺の方をいただきます。がっつりいきます。もっちもち、トマトがすっごくジューシーで美味しい。この麺マジで美味しいわ。次はまたこちらに戻ります。うん、おいしい。もちもちじゃなくて歯ごたえがありますね。噛み応えがあります。ゼログラム麺の方がで、ツルツルっとしてるので喉越しがいいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。何かわからないことがあればぜひコメント欄に書いてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で。